つながるって、ゴリアのことつながる、それがどうしたシミュレーションリズムがあることがここでつながる、それはどうしたなっちゃう、ここをつなげて考えようって思ってくれない、あのそれは多分教育の問題なんだけど、欧米の教育と日本の教育が違うから、え、そうかな、違う、言い切ると、デシャンがあったり、ポップアートがあったり、僕の感覚でいう芸術っていう、むしろ本流になってるっていう雰囲気はあるね。はいはいはい。いや、本流じゃないの、反芸術なんだよ。反なんですね。反なんですね。いやいや、こっちが結局本流になってくる。でもあるっていうことになるんだよね。それって現代アートっていう今っていう意味なんだろうね。歴史とは違うなんか今の今評価できるものが、いやいや、逆に言うと、え、違うよ、あのね、うん、一番大事なことでもあるんだけど、うん、教えられるような技術みたいなものは結局、うん、工芸に落ちてって、ああそして、はいはいはい、結局、うん、あのアンチで当時認められないものが本流になっていくっていうことを、ルネサンス以降ずっと来てる。だけどそれ反転する可能性あるよ。反転する可能性があるんだけど、ルネサンス以降は美術の外でこんなのは美術じゃないと言われたものが次の美術の本流になるというできちゃう。そういう意味でだから、うん、グラフィックであったり、うん、イラストレーションだったり、ヘタウマだったりっていうのは、うん、反っていう立ち位置から起こっていえるっていう段階であるっていう、うん、僕はそっちを言いたい、うん、でそれをだから日本発で言えれば、はい、そういうふうに言えるから、だから大学表現主義立ち上げて日本発で言おうって言ってるんだけど、みんなヘタウマはそうですよね、ヘタウマはいいですよね、そうそう、だからヘタウマの方が入門で早いぞみたいなことを言えばいいんだけど、ユーラーって言ってほしいですよね。そうそうそう、今でもそのハイアートの文明で日本が輸出しているものって、そうなんですよ。オタクカルチャー的なところでの、うん、ところの表面が、うん、まあ、いわゆるアイコンになってきてるじゃないですか。そうです。で、そこと、とはまた、根っこは違うっていうか、そうです。そういう意味合い。いや、マネージとして、芸術の本に対して、インパクトを与えるというのは時代背景って多分違ってて、この時代は印刷技術だったり、あ、この時代は印刷技術だったり、この時代は工業機械生産技術だったり、既製品だったり、レディメイドだったりっていうのがあるんですね。で、村上はそれを、アニメ的なものに、置き換えてやっているっていうことになるんですね。でもそれが正しいと思う。今、世界的に、勢力のある、勢いのあるものを、完全に吸して芸術に、インパクトを与えるっていう考え方は、これが正しいと思うので、あと工業製品、はい、印刷でオタクそうですね、いわゆるそう、あ、そうですね、それはね、図式として結構正しい、ちょっと、はいはい、オタクのところだけちょっと焦点当てていきたいんですけど、アニメを、まあ、引用したんじゃないですか、それも別に好きだしいいんですけど、当のアニメを作ってる人たちは、この人たち、村上家だけが、まあ、食えないっていうか、うんうん、そうですね、そういうのがなんか、まあ、割り切れない、出てる人もいるけどね、まあ、ほぼ食えないじゃん、全部、うんうん、よ先生だからね、ねリアル、そういう観点で聞いてると、なんかその、それでも中身って結構そういう搾取されて、要するにね、美術以外と違うのはどこかというと、この権威の問題があるんですね、で、権威というのは搾取する構造に、そう、だから美術という名前において搾取する側に立つか、搾取される側になるかみたいな、うん、それは発明とか発見っていうふうにも言い換えられるんじゃないの、うん、あ、それだからただし、発明や発見をもう搾取できる、他の人が発明したものを自分のものだと
芸術特許が出てくる。だからまあ、アニメに限らず、そのレディメイドだったり、その印刷の技術も、うん、その職人としたちは、僕は別に芸術だったわけじゃないけど、それを芸術という観点で切り口でやることで、時代をちゃんと時代にこう傷を入れというか、あと残す。だからそれは電気を作ってるの自体は別に、そう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 っていうことじゃない。で、アニメも単純に電気と一緒、相当みたいなもんだけど。ああ、そういうことか。その当て方、そういうこと。でもそのスポットを当てる人が特権階級にいないとか。だから、石山さんが国権関係にいれば、そう、簡単に行ける。そこに行く。早く行け。あのね、ただ、アンディ・ウォーホルに関しては、貧しい家柄だったんですね。で、そこを画期的な方法で多分やったんだと。でも本人めちゃ体弱いし、ね、もちろんそうだし、そう、はい、だけど、イラストレーターとして一斉不正だ。イラストレーターの、だから、キャズムを超えたの先に、キャズムを超えたっていうのは有名になったっていうこと、有名になったっていうのがすごくでかい。でかいですね、やっぱり。日本人すごい横田さん的であったりとか、やっぱり一個、それこそ有名になるっていう方法論で、なんかアプローチしてからのっていう、それは、美術の中心地か辺境地かの差があると思う。横田のりがニューヨークの作家だったら、あ、デザイナーだったら、それは文句ない。ウォーホルってやっぱり有名人インタビュー誌とか作ったり、有名人と仲良くなることで自分の価値も一緒に上げてるじゃないですか。で、博士課程は初の博士の博士論文っていうのもある。でも本当にだからリアリティのある、自分にとってリアリティのあるものを、そういう物語としてじゃなくてやっていく必要があると思ってるんですよ。で、それを多分僕と同世代の人たちっていうのは、まあ、いびつながらも少しずつやって、それこそ第四表現主義の人たちとかっていうのはやってるんじゃないか、それぞれの畑で。で、局地戦でやってると思ってるんですね。あ、そうですね、局地戦でいいんで。別に何かのグルーヴは起きてないんですよ。けれども、それぞれなんとなく認識してて、それぞれでやってる。いや、だからそれは運動の一つ一つが大きな塊になりようがない時代になってしまったじゃないですかね。昔はなった、大きな塊に。ネットのせいで可視化されやすくなったっていうのが、うん、まあ、ネットを中心とした情報の多様化で、まあ、トライブとか種族が分かりやすくなっていて、小宇宙がたくさん生まれたっていうところだと思うんですね。昔もあったけど、そういう人はもうアウトサイダー的なもので、うん、そうですね。だからイラストレーション自体がアウトサイダー化してるんじゃないかな。アートに、アートにぶつからざるを得なかったんですよ。語るね。でもね、僕はやっぱり意見が違うのとか、ハイプレッシャーデザインの分野のものなので、中澤さんが言うようにね、イラストレーションこそが日本の、アートの可能性や再現を実現するのは、持っているっていう
考え方は僕も思ったの、うん、でその時は日々の格好になりたかったわけ、うんうんうん、ね、それはあった、あ、キャサー一遍もあったんだ歌声は正直すぎるから歌声ずっと出てくるずっと若いのに高校時代に本部が中学校のところにダンボールを作ったりしました。作ったりダンボールは、キーワードの実家に残ってるから、それ残ってるよ。冷たい火を作る。キセセンチ、キセセンチ、キセセンチ行ってんのに、通過リレー、ダンボール通過リレー。ダンボールはダンボール触ってないって多分いない。一回やってみるって。もう一回見たもんね。例えば、ミスに感じて、全然わかんないですよ、この場合。全然的なもんで。僕はバリバリバリ。だからね、それはね、やりましょう。ダンボールなんでその理由なんだって、わかんない。多分、ちょっと若い人。私も高校時代、ダンボールで遊びましたよ。あの結構作ってます。でじゃあそこにね一番あるのはアンチアンチスーパーリアル、アンチスーパーリアル、アンチスーパーリアルでダンボールだっていうのが共有されてるの。僕は中学の3年の時にエアブラシを持ったんですけど、意味の場合だから共有されてるの。いやめて、ね、今わかんない。だって、ダンボールがどうした？コンビニ券もらえるじゃん。でも2000円超話しながら、ダンボールがなんで重要なのか、全然みんなわかんないから。僕わかるんで。何でもし、僕がに、バイトに、ヒロさんとかに、あ、いたね。ただの酔っ払いで、ね、ってやつから。ああ、なるほど、みたいな。ギグスクエって言われたら、全然わかんないですね。なんかでもあのなんかね君のその作品を予備校生の時に見て、でもその時にあなんかあるっていうあの温度がある。あ、まあ新しい。何の機会を？他の時代と何の機会があるんですね。いや俺ら柏世代です。あ、柏世代だから来店柏いられる。同じ代でもあるんですよね。服部世代、原慶也世代。それは若いですか。で日比野を見に行くたびに札幌にいた僕の同級生は東京まで飛行機乗って展示行ってあのお菓子の段階に行って自慢しても俺しか喜ばない。すごいですね。金持ちいいなって言って。だから日比野克彦は本当に重要な。秋山グズちゃんっていう。僕も日比野克彦になりたかったんですよね。芸大目指したのも芸大に魅力は全くなくて、日々のになれるから。みんなが日々のになりたかったの。でもね、日々のずっと、って言ったらもう前にいた。うん、それが校長官なんですよ。僕はなんか、そんなの、ひがみじゃんみたいな感じで。僕の教えてた先生も、日々のって言うと、ちょっと暗い顔して、お前らそうだろうね。たまたまあいつは光が当たっただけだよみたいな。でもその時点でも分裂されてるじゃないですか。ファイン、先ほどおっしゃられてた時にあのいわゆる油絵家とファインの人とデザイン家でグラフィック展の認知度というかその入り口が本も入り口からして違ってたりとかって入り口違うんですね。違うんですね。でだから その感じってまあ今もすごく隣で何をやって同じものでは、抹茶屋に行ったことも、おからに行ったことも、まとめて言っちゃうと、たまたま光が当たったっていうのは、過去の偉人がたまたま光が当たってない人はいないんですよね。すべての偉人がたまたま光が当たってるの。だから、その当時の人たちは、まあ、消せないだけで、見せない。だって俺も同じことやってたのにみたいな人たちですよね。無造にいるよ。無造にいますもんね。でもうちの人レジソンみたいな人無造にいるよ。だからその時にその先生方のなんか本音じゃないけど、あ、それはいつの言うか一緒ですよね。対処もらって俺が佐田博さまたまでやって言っちゃうのもし言うとして言わないディレクターになる人もいるし、あ、いるね、いるね。秋元の前に、いやだからグラフィック展が何でも多かったかというと、入選した
だけで電通に入れたの。うん、だからもう世の中がそういう世の中だと。キャリアにできたの。ポートフォリオ。アイアンドエースに入れたのは私と。だから、ゲフマン君はプレゼントイラストの第3回か4回で大賞を取ったから、アイアンドエースに入れた。本人はそれと。それないと俺、成績しちゃうじゃない。佐藤崖はもうグラフィック展の入選をしっかりとキャリアにしたと思うし、北川行って、北川行ってはもともと家がグラフィックだったから、僕ね、第1回、アートワーツの個展、うん、僕に話が来たんだけど、うん、それはグラフィック展の作品集、うん、あのこれを見ながら、はい、あの当時の佐藤さん、当時何て言ってたっけ、社長、社長の部下、和田さん、和田さんの部下、あと瀬名子さん、ルナコ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 さん、わかるけど、みんな、イタリアを入ってる、飲めに行ってもらって、ルナコさんが、ルナコさん、あのいいやつ、ルナコさん、ルナコさんがこれを見ながら、僕に頼んで、言わせてよ、みんなも、これはね。でもアートワッツで鳩勝子展したかったのは3つの影響です。アートワッツはすごく重要 重要ですよね。村上隆だって個展したかったと思うよ。これね、全身があって、全身はワンダフルスタジオ、そうだね、2、3ヶ月だけやってた。あで、それ改装して、でワンダフルスタジオという名前なんですけど、アートワークという名前でやろうということになった最初のテーマーカーが僕の腕だと。ああ、そうやね。それ違うでしょ。アートワークはすごく重要。重要ですね。めちゃめちゃ重要。それ何年です？何年ですか？1986年ぐらいですか？で僕、だから、アートワークにとっての第一回戦というのが、僕にとっての第一回戦というのが、誰かというか、で、それが、それがこれから来た。あ、その翻訳で、これから来た。そうそう。で、今までにイラストレーション誌でも紹介されてましたよ。すごいと思って。アートワークは和田社長の会社。そうそう。だから、和田ズアートワーク。あ、そうなんそう。で、ワンダフルスタジオも、ワンダーで、ダジャレだ。そうだね、ダジャレだ。俺、ワンダーの意味わかんなかった。それなんだ。あ、バラさんにバンドがいたことに。あ、この人が、ありがとうございます。カルミス。カルミスに出られて。どうなんだ。でも、ニャックで面白い。あ、僕、それ語れるのが嬉しい。バラさんに引き抜かれて、ゴメスを作るんだ。すげえ。そういう系の。いやー、それ結構重要。いや、相当重要なんだよ。だから、そうそうそう。そうですよ。じゃあ、なくなった。ゴメスから田中克樹とか、シャンに湯たんぽが出てくるわけ。これ、やる。これ、どこで選手やってるの？いや、ピチピチギャルって言ったの。新さんさんもそう。新さんさんも怖い。じゃあ、アシスタントですか？キラリ君とかはどうなの？中田英のアシスタントしてた。うん。そのギャラリーっていうのは、いわゆるその、今でいうコマーシャルみたいなところの美術ではなく、サブカルチャー。イラストレーションなんだけど、漫画家系と。HB みたいな。HB よりもずっと。いや、HB も重要。HB も重要。HB はイラストレーション。職業イラストレーションに向いてたんですけど、アートワークはオルタナティブだった。で、この間にシャトルバスを僕の船で中澤おりますね、そうですね、中澤キラキラを見ちゃった。驚いた。そのシャトルバスは誰が出してる？いや、わかんない。この人が僕が考えて、
あのアートアーツの人と天野さんと考えて、で天野さんと考えて、でシャトルバスを挟んでて、で、あの福ちゃんっていう人が実際に運転してくれて、で、日野さんはいないかな、福ちゃん。これ91年ぐらい、ハマるコンだっけ、ハマるコン、ハマるコン92年、ワクスでやるのはイラスト92年だよね、91年だよね、91年よ、91年、僕がやる頃にはなんか枝も下がって91年違う、91年違う、エイプリルもっとはちゃんとしてギャラリーっと土地ってか、91年俺はね、この時僕にね、出てきた。え？その後じゃない？ここで僕、燃え尽きて。あとは超越の意義。でもその後、バカ CG でイラストレーターとして。いや、バカ CG は1年前。90年からバカ CG やってて。バカ CG とシミュレーションイブの一番の最新なものを。いやね、とにかくアートマーツってギャラリーと、イッチギャラリーっていうのが日本の若いイラストレーターにとってものすごく重要なギャラリーで、これをつなげて考えている人ってあんまりいなかったんですよ。シャトルバスでつなぎたい。でもまあ割とそのツアーはよくやってましたね。あ、やってた。一人で。あ、一人でね。俺と佐田広で、でなんかその音あの。いや、だから一人では100人では行くよ。シャトルバス。あ、シャトルバスね。シャトルバスね。でこれはこれを2つ行くのはもう普通に渋谷の方行くんだったらもう当たり前です。じゃあこのアートマーツに集まった人たちがすごくあの多くて、アミーゴとね。そうだね。アミーゴ。アミーゴ元気だよ。アミーゴいたい。そうですよ。平沢一平もいるし。平沢一平さん。これ最近会ってないね。アートマーツで。ミュージシャンがたくさんいたの。音楽やってるイラストレーターの人が多い。姫野芳美さんとかそうですよね。あと萩原一平も来てた。萩原さん、ヌパラディしてます。今日。やっぱりいいと。あと、東京コンサートクラブ。クラス。これには、東京コンサートあのね、東京コンサクラブはこれから歌わなきゃいけない。そう、大丈夫。いや、だから、東京コンサクラブは大丈夫。大丈夫。で、HB ギャラリーで山本貴子がやってたけど、東京コンサクラブはこっちでやってた。みそりさん、聞いてる？はい。聞いてます。後藤さん、今ちょっと。あ、後藤栄美子さんは HB だよ。そりまち。今でもイラストレーターだけどすごくうまい。それは上野広介さんに。そうですね。上野広介さん。その辺って監修したイラストレーション誌に書いてあります。僕みたいに見てた人は分かるかもしれない。初期展をもらってる映像の鶴木さんのはむしろグラフィック中心だからあんまりこういうの書いてないから。めっちゃ詳しいの。あっちの。アートバズはイラストレーションなんだけど、サブカルなんだよ。だからサブカルがアートバズなの。だからミュージシャンとかもたくさん来たの。パラダイス山本。ああ、ポロさんよく入り口だったし、あと漫画が、漫画、そうか、で結局、漫画いっぱいいましたもん。で結局、サブカルなんで、マジーさんとか、マジーさんとか、上原さんとか、亡くなっちゃったみたいなやつ。そう、あ、マジーさん死んだの？そうみたいな。なんで君が悲しむの？僕悲しむよ。
僕もそうなんだけど、僕もそうなんだけど、カルビだったよ、マジさん。そう、マジって言ったら、こんな感じ。山下みたいだよ。ね、これね、でも、上野よしみも美味しいんだ。上野よしみも美味しいんだ。流れましたよ。上野よしみはどっちかっていうと、どっちかもしれないけど、でも、ミュージシャンとして、ネオジエス。あ、ネオジエス、言っちゃいますか。ネオジエス、言っちゃいますか。言っちゃいますとね、また伝わります。ハワイすごいっすね。クレスピーツとかだな。ハワイズってのは、ヒマラヤバンド。河村洋介はこっちだったの。エチビームやってる。エチビームやってる。この辺の話また改めてやった方がいいかもね。これはじゃあ、夏目さんとか益子さんを、まあそれもそうだし、そうだね。益子がいたら大丈夫です。ジョイフル東京の話を聞きたいです。ジョイフル東京はすごく重要で、本が出てる。本出てます。ネタも。この辺でガロ系の人も書いて入り浸ってたんですよ。ガロ系の人も入り浸ってたんですよ。ガロ系が入ってきて、あとユアさんも音楽評論家の、はいう人たちが入り浸ったのがあったんですよ。知り上がりことぶき知り上がりの方もいたし、あとミュージシャンもたくさんいたよね。2人組のエルマロも。でも何しろ鈴木純。そう。あとはリーフランキー。僕とリーフランキーが2人展をやったのはあとは。あ、そう。最初に、リーフランキーさんって何だろうって言ったら最初にしたのが、リーフランキー。あの人にとって最初の固定、名前が集まってたって。あ、ムサビの同級生か。一年間一緒に住んでた。宇宙社から。鈴木さんどっちもやってますもんね。HB もどっちもやってますもんね。大寺君も。僕のね、大墓穴。大墓穴は HB で。で、その前3回個展やったの、これ。で、その後、シャトルバスやった。シャトルバスをやったのが、一先輩。アートワッツっていうのは、そのイラストレーションっていう、のギャラリー。大好きな。僕から、イラストでも、美術でもないサブカルが。サブカルが。今のビリケンギャラリーと言えばいい。近いね。今、アートワッツの意思を継ぐのは、ビリケンギャラリーもそうだし、虹ヶ丘もそう。吉祥寺の。あれもアートワッツの意思を継ぐ。お店もやいつもやってて、ね。どこが違う？違う感じますか？違う感じもちょっと。違う。傾向はありますよ。でもなんか近いのが気持ちいい。ガールズ寄りって感じで、虹の方がガーリー寄りな感じの。でも近いもの。松山やったらいいっすか。アートワッツは90え
じゃあ2004年とか2000年に入ってくる勝手にライブやって、ライブやって横山の雄一も個展やったんですけど、ちょっと前でオープニングでライブやってちょっとギャラリーとしてもちょっと軽くやがられる感じだけど、まあそれでいい思い出ですね。僕も横山さんからこの時 DM 回ってんだよ。ああ、言ってなかった。面白い人なんですよ。その DM すごい気になった。で当時気になった DM として鈴木さんの個展と横山さんの個展と、まあ、お会いしたいってところ、それって全然美術の文脈じゃないですよね。僕はだから呼びたい。でも多分そういうことですよね。それは半芸術に入るってことになる。カウンターなんじゃないですか、やっぱり。カウンターですね、当時の。だから美術は常にカウンター美術が美術になっていくという歴史だと僕は認識してる。印象派だってカウンターだ、カウンター反アカデミズムになってて、っていうようなところで、でも これらが美術と呼ばれてないのは、単に日本が作る側じゃない、美術かどうかを判断する側じゃない。ない、ない。そうですね。それって60年代のやっぱイラストレーター、あ、そのさっき言った横忠則、宇都明っていうような、いや、それよりもね、もっと分かりやすく言っちゃうと、美術の市場がある場所と市場のなんかその美術の中心地と僻地っていうのを分けると、例えば漫画とかコミックとかアニメの中心地は明らかに今日本でしょ。そうすると日本で例えば集英社があってジャンプがあって、漫画の歴史をジャンプが作ってるとしたら、例えばイタリアで、あるいはメキシコで、あるいはスペインでこういう漫画を作りたいって言ってる人がいたとしても相手にしないじゃん。同じ、はい、中心地じゃないから。今もうちの学校先生も世界中出張行ってますよ、漫画を教えるために。もうイタリアだなんだ、うん、国の情報がやばいとか。いやいやいや、だってそれはあの国が作ってきた文化とか、中心地としての威風があったりするじゃない、だから、集英社に例えばイタリア人がジャンプの編集部に行ってね、漫画を描きたいんですけどって言った話を聞いたとするじゃない、売り込みに来たとしたら鼻で笑うでしょ、僕ら。そんなもの通じないと思うじゃん。僕ちょっと最近それ慣れてきて麻痺してきてるんですよ。いや、あ、じゃなくて、まあ、常識で考えたらそうですよね。常識で考えたら絶対さ、そうですよね、そういうことですよね。思わないでしょ、同じなんですよ。それを何とかしようとしてるとか。だって何とかしようって言ったって、イタリア人たちがさ、俺らがジャンプを独占するぞって、例えばね、はいはい、ローマとか。あ、でもそうなんです。今ねイタリア人がジャンプに物言いがすごいんですよ。いや、だったらジャンプを制限して、できる、イタリア人。そう、勢いだから多分。いや、勢いじゃない、できる。多分そういうだから、できるじゃなくて、そういうできないですよ。そういう感じになってきてる人は。いや、それはなってる、それは今の日本って。変わるかもしれないで。いや、変わんないです。変わんないよ、そんなもん。いや、俺が言ったのは、変わるの。いや、俺は思ってないけど、だからそういう。いや、それはムーブメントだとしてはあるけど、だってさ、ジャンプの市場をイタリア人に奪われると思う？いや、思わないから、別に思うって言ってんじゃなくて、相撲界だよ、それは。モンゴル人。いや、モンゴル人に奪われてる。だから分かんないんですよ、だから。それは奥義。それは、イタリアオペラ、ドイツオペラを奪ったのって言ってことでも今、韓国とか結構来てますから、やばいんですよ、本当、日本の漫画は。あ、じゃあ日本の漫画は、やばいに奪われると。いや、そういう危機感はあって、朝までその話。だからそういうこと。それとアートがその近いことです。アートの僻地と中心地だと、その辺の温度差というか。でもさ、日本人のね、F1 みたいなもんですね。まあ、F1 もそうですね。ね、うん、あ、でも F1 ホンダが奪ったところは、だから一瞬奪ったよね。だから、怖いんだよな、イタリア。ヨーロッパ漫画学院ってなるんですよ。本気なんですよ、やつら。
だからそういうことと一緒で、市場がある国とない国の温度差、差があるってことなんですよ。もう開拓しようとしてるのか。結局だからそう自分作る側の問題だけじゃなくて、そういう、それを使用する人が、収益者って、入れ物とかの全部含めた話じゃないですか。それこそ外国人が持ってきたところで、いや、だけどね、それオペラの話がやっぱりすごく大事なんですよね、うん、それはやっぱり文化的にね、まあ、だから村上隆はそれを阻止するためにやったのかなという気もしなくもない。阻止じゃないけど、まずさっきそうだ、うちが発信だぞっていうの、だから、いや、あれはそうだよ、ですよね、そう搾取される前にちょっと一発こうかまして、まあ、でも村上は階級差を利用してるはいるの、前つんくん聞いた話だけど、本当にそのもう、うん、日本ですみたいな、これが日本です、うん、それをもう必要なまでに、もういいよっていうぐらい、そのなんだろう、自分の国ですみたいなパッケージの仕方でやってるっていう、まあ、テーマを聞いてすごく自分の中でなんかこう、あ、なるほどなっていうふうに思ったんですよ。それこそ外国の人が日本の漫画文化に来たところで、相手にされない、立ち位置できない、だけども、その例えばイタリア人の人が日本人の出版社を持ってきて、パスタ漫画持ってきた時に、言った、あ、俺すげえ、俺それ何て使わせてもらってたんですよ。そうそう、パスタ漫画。アメリカに売り込んできた日本人が漫画を描きたいって言って、ジャンプに載せてくれって言った時に、みんな笑って、そんなの無理に決まってきたって言うんだけど、そのイタリア人がもしかすると、俺のパスタって言うんだけど、そのくらいの漫画持ってきたら、おおって、おおって考えるんじゃないか。これはヒットするぞって思いますよね。もしかすると。本場があっていう。そう、俺のパスタ。俺のパスタっていうのを。バンビーノの上を行くんですよね。イタリア、日本人が書いてイタリアのやつじゃなくて。だからそれはさ、なんとなく頷けるじゃないですか。だから本場の俺らも、聞く耳を持つでしょ。パスタ。イタリアのマナー、そう、イタリアのマナーは真似なんですよ、全部今。だから日本の真似なんで、なぜかというとイタリアにはファンタジーと、オーストラリアにはファンタジーがないらしくて、まあでもそういう話と違うんだよ。まあ違うんですよ。だから村上がやってることも要は、まあ俺のパスタ的な、パスタ的な話。ああ、まあ日本だと俺のパスタ的に、うちのお寿司みたいな。寿司じゃねえか。とすごく。うちの好み焼き。あれね、だから。本当、こんな暑かったっけ。都築マツダクラスですごい盛り上がってるのは、なんだろう、どうなんだっていう、よくこの、なんか、狭い感じで、面白い。なんかでも、すごく、そこが、ちょっと、メインストリーム感が。大丈夫。まあ、そういう話ですね。いや、だから、だと、ネオジーズ。こういう話、この展覧会でできたのが良かったようですね。本当はアトマツの話とか、HB ギャラリーの話とか、ロケットの話も。あ、ロケット難しい。ロケットはやめた方がいいですよ。ロケットはやめとして、そうしたらロケットでもやってた。ロケットでもやってました。洗濯中の時ありましたね。そう、ロケットがね、HB でやって、あ、じゃあアートマッチでやって、HB でやって、ロケットでやって、お付き合いをしてる人に作ってもらって、いや、一応理由が、ロケット懐かしいな。鈴木さんが眠くなりながら作品を作り続けてるのを思い出しますよね。できてないかい。すごいですね、これ書いた。ま
まあ、メジャーじゃないかもしれないけど、大寺さとしてああ、大寺さとしてね。今、鹿児島ですけどね。はい、今の話を聞きますと、鈴木さんはイラストレーターは美術じゃないと思ってて、中澤さんはイラストレーターは、イラストレーションは美術だに入るっていう話でいいんですか、半芸術としてイラストレーター。別に、そう思ってるかどうかじゃなくて、こういう、そうですね、同じ九州会の。こっちのいいやつだよ。イラストレーターはイラストレーションを書く目的の問題じゃないですかね、なんか。あ、だからね、うん、コンペの時はイラストレーションっていう目的がある、うん、コンペが目的だったの。あ、う、あ、ん、あれだった。そう。そう、あの、イラストレーションとして使われることが目的じゃなくて、そうなんだよ。こういう作風だったら、そうそうそう、あの、仕事が来るとかっていう目的じゃなくて、ないの。コンペに入選するっていうことが目的になる。そう。そうです。そう、あれは、だからその時点でイラストレーションじゃなくなったから。イラストレーションじゃない。それはでも今もまさに、もうそれは。みたいなのをやってると思いましたけど。イラストレーション、コンペ、イラストレーション的なコンペで、まあ、こういうイラストレーターとしてのキャリアになってる時代ももちろんあってっていう。お二人はそんな感じで、まず、80年代のコンペって一切イラストレーションとか言葉使ってないんですよ。ラビッテン、あ、イラストレーション展っていうのがあった。主要なものですよ。主要なものはグラフィック展、イラストレーション展、ジャカ、ジャカ、グラフィック展、ジャカ、チョイス。あ、じゃあこれ始めたもんね。僕は全然ない。ないんだ。ないんだ。
その時代が日々の価値を持ち上げたっていう認識ってことですか。でも逆に言うと大竹も日々のも今は揺らいでると思う。だから僕はむしろ大竹と日比野の時代がなんで大竹と日比野が偉大な時代に変わったのかっていう質問だと思うとすると、今の鈴木さんの答え方と違う答え方になるの。大竹の日比野も揺らいでるわけ。揺らいでると思う。今っていうか90年代に入って2人とも揺らいだと思うんだけど、日比野が日本でドメスティックに受け入れられて、で、その時の、イラストレーション誌っていうのがあって、ニューヨークの情報をね、たくさん入れてた。これがすごいんだけど、これが今のイラストレーション誌と全然違うんだけど、ゲイリーパンターみたいなのをね、そう使うわけ。大好きでしょ。それ数字やばかりの漫画でもね。ここじゃあ、ゲリーパンターは、ゲリーパンターは、パンター。すみません、ゲリーパンターは、数字やばかりの漫画で、一本目でゲリーって言うと、気にしちゃう。パンターって言うの。まあ、ポストも出していう本も出してますからね。ポスト書いてね。で、ゲリーパンターも気にしちゃう。インターレコードで。真ん中の芸術ではないのよ。視界感的なものだったんです。そう。で、これを日本の下手馬が拾ってるわけ。そう。アマカネさんとかね。ああ、そう。言ってました。ね、だから、スージアマカネ重要。重要。重要。ゲリー。ゲリーパンダはいいよねっていう話もいい。で、ゲリーパンダは河村洋介が拾ったの。これはその立ち合いで、レコード会社の。で、問題はこれを全部扱ってたのがイラストレーション誌だったっていうのが大問題。ミスチルじゃなくてね。ミスチルじゃないのよ。イラストレーションなんだよ。その時、美術手帳は、水手帳は素晴らしかった。その時の水手帳はこれらだけど、そうじゃなくて海外のものはかなり入れてて、で美術がなくなる時代みたいな気がするようなもので、それは今のドクター・ビーティーというか上井清さんと、あとそれから沢田木乃の僕の名前、新井健とがバッテリー組んでやってた。すごい面白い。それが道長だ。数字さんといえば宝島なんです。そうですね。宝島で。もうやってた。小松くんですよね。ちょこちょこアートネタを入れてくるっていう、そうあれで僕たちはアートを覚える。はい。ポストもなんか、そんなことやっていいの、ブライアンイーノ。ブライアンイーノみたいな感じですね。いいの、ブライアンイーノ。あと、ヨセフボイスの。いいの、ブライアンイーノ。全部ネタが。あれで、札幌の地方にいながらも、おおって調べて、まあ、ネットとかないから調べて、おお、こういうのいるんだ。ちなみに同時期に国立にカフェができた。カフェは何？ペンギンカフェ。カフェは一応ないし。ペンギンカフェオーケストラと関係あるんですか？もちろんあるんですよね。もちろんですよね。これが吉祥寺に移る。それは興味ある。やっぱ情熱のペンギンご飯もそれに絡んでる。絡んでない。絡んでない。それは絡んでない。あれ糸井さんと湯村。それはもっと早かった。糸井村70年代。ペンギンカフェオーケストラ無関係。たまたまペンギン取りだね。ペンギンカフェはどっちかというと、まあ音楽のアートよりなの方が。こっちは音楽ですね。でペンギンご飯。情熱のペンギンご飯が復刻した。ちょっと前復刻した。そうですよね、伊藤新聞。だけど、この湯村伊藤が30年会ってなかった。あ、そうですよね、会ってなかったんですね。で、本とまた会ったりして、全部復刻するんだ。その下手馬の影響を別に受けていたわけではないってことなんですか？
いや、超ウケ超ウケてますよ、この二人。あのね、情熱のペンギンカフェと、ペンギンご飯。あ、ペンギンご飯と、これがめちゃうまい。元気。これはね、超重要で、すごい。疑われないと思うんですよ。同時に、大友のショートピースを見た。ああ、僕参考書買わないって買って。この2つが同時に入ってた。大友克洋の下手馬が同時に入ってた。ね、ですよね。これはよくわからない世界になった。すごい、いやいや、すごいあったですね。何をやったらいいのかわからない。UFO すごい。マグネットすごいなって思って。ショートピースね。根本たかしさんだとそれを見て自分も漫画できると思ったじゃんって言ってるじゃないですか。エビスさんもそうですね。エビスさんは井村ジェフの功績はイラストレーションだけじゃなくて漫画の世界に及ばした功績がすごくでかい。で、ガロの表紙を書いて、で、その時のガロの編集長が南新聞。チコさん、いい人ですよ、本当に。まあ、いいよ、いけちゃう。面白いけど。ショートピースはもう、中3の僕にはちょっと衝撃的すぎます。だから、もうね、こういうのが予備校生の時に入ってきて、一体、絵とは何かっていうのを突きつけられた。ちょうど、つさんは予備校生。中澤さんはそういう漫画とかに、漫画には影響ないんですね。元の影響は、漫画は僕は丸尾から入った。丸尾から入った。丸尾から入った。ナショナルキッド。ナショナルキッド。82年くらいに、ナショナルキッド漫画出てた。何だっけ、少女つば。一番最初の、そういうこと、プルスの出る前。一番最初の、なんだっけ。バラ色の怪物、バラ色の怪物が出た時に丸尾スイチローに出会ってとか、僕はフールズメイトを読んでいて、はいはい、でフールズメイト、でフールズメイトで僕は千葉に住んでいて、西千葉に住んでいて、東京まで遊びに行って、帰りの東西線で眠くて仕方なくて、じゃあ読まずに取っておいたフルメイトの中の漫画でも読むかと思ったのが丸尾末広で、それが母親殺しの漫画で、いっぺんに目をガーンアドレナリンバーンって言って最高じゃないですか。でそれで丸尾末広を買いに行って、笑いの怪物が一冊だけ出てて買って、ここで絞れたんですね。それまで漫画は買ったことはない、マカロニほうれん草とかギャグ漫画大好きですけど、男性すぎる。でもね、それは僕の、芸術的なものには影響してない。普通に、あれは漫画ですよね。漫画家です。ガロ系です。でそこからガロを買う。でガロはフルズメイトが衝撃的で、フルズメイトに乗ってたマロスケートで、マロスケートが乗ってるものはガロとセーリンドで、でそこからガロを買うようになって、でもその時代ってやっぱ情熱とペンギンご飯の影響があったりとかで、自販機本でみんな漫画をいっぱい、エビスタンドが書いてたりとかしてたし。でもね、それはそうじゃない。自販機本は買ってない。それぐらいは買ってる。買える部分もあった。でセーリングを扱ってる本屋で、本屋で買って。アプリラインがある感じですか。この辺で言うと、初戦グランデがセーリングのコーナー作ってて。そう、初戦ロックマートの。ロックマートだ。で、そうそう。で、よく行きましたね。僕の家は、売ってたんですかね。そしてブックマートで売ってて、それで僕が買いに行くと、文句言われたりとか。ああ、言われたんですか。なんで？日曜日はお釣りのないようにお願いします。そういうお負担がいた。そういうもん。でも店の
世界中もすごかったの。世界中怖い。めっちゃ怖かったですよ。デザイナーです。立花文子って、多分第2回で優秀賞かなんか取っていて、文子、男ですね。アイデアとかで取り上げられてる人です。お前お前いい、お前言えばお前いいから。ちょっとデキやよそれ。あデキやよ。写真家の皆川幸代の娘じゃない長島の家族の写真裸で撮ったやつ。長島あ、そうだ、そうですね、アーバナと長島ゆねえだ、山本ゆねえ、死ねえ、すごい、その人が結構多分一番エポックなんだ。あ、稲川美香はどっちかと一坪店とか。そうです。だって長島由美香は一坪店。あ、そうか、あっちも一坪か。一坪の場合、写真とグラフィックの差がある。今、ワンホールになってて、まあ、写真っていうのは一個、なんかまあ、権威的なのとして機能してるんですけれども、グラフィックの部分で、やっぱりその多分悩んでると思うんですけど、いわゆる絵の問題っていうところで、
美術の領域なのか、イラストレーションなのかっていう立ち位置の不安定さは、一つの点、まあ一つの点は分かるんですけど、まあ、ワンウォールっていう。一つの点、ワンウォールの系譜は、写真なのか。写真は、写真とグラフィックっていう2つあるんですよね。で写真の方は、まあ一つの登竜門みたいな風になっている。なってる。で、グラフィックは写真を撮っていないんじゃないか。私はちょっと。それはそう。確かにね、写真の方がスターダムじゃない。あ、そうなんだ。趣味の問題になっているって感じたんですよ。趣味ですね。あ、それさっき見てて思ったんですけど、はい、祖父江さんがちょうど入ってるじゃないですか。入ってる。その時って、関西でペリカンクラブで、ちょっと連載をで漫画描いたりとかしていて、そのペリカンの、ペリカンっていうか、まあ、ペリとペリカンとか。あのね、ペリカンは何だっけ、なんかあったんだよね。ペリカンもあれも湯村さんが。湯村さんっぽいの。いや、湯村さんじゃなかったんだよ。湯村さんも、いや、表紙書いてる。あ、すごいっすよ。あ、そうなんだ。湯村さん。そうなんだ。で、あと下田さんも多分。下田恵美子。はい。書いてる。21世紀社っていう、なんか京都の。ところで、なぜか祖父江さんがなんかページを持っていて、そうなんだ。ちょうど多分同じ80年前半だと思うんですよ。だからそういうサブカルチャー的文脈で実は結構重要ですね。いや、それはそうだよね、重要だよね。フラビンゴのメンバーは何なんだ。ちょっとでもグラフィック展がやっぱりちょっとグラフィック展のを総括した方がいいんじゃないかな。でも総括しますか。ジョンさんは総括してるのかもしれないけど、なんか山本さんなりの視点で、なんかプリミティブ系とかなんかやったあれアートウイルス、そうでもあれよくああいうスパイダーマップみたいなのね作るの好きだからね。でね、僕ね土井さんに笑われた。あ、そうだね。アートウイルスが、笑われたんですか。うん、笑われた。土井さんに中田さん面白いって笑われた。それがアートウイルスが出るときと僕の近代美術っていうのが同時期だ。そうなんだ。で僕が近代美術的と出そうとしているときにアートウイルスが出て、はい、だから僕の近代美術的とアートウイルスが出てるので僕のは売れないかもしれないですね。僕は土井さんに言ったら、高田さん面白い。問題もあると思うんで、あ、それもあるんだけど、ドメスティックな本がドメスティックではないような想定で売られてて、で普遍的なものがそういうふうには見えないものとして売られてた。それ中澤さんわざとやってたんですよね。わざとじゃないの。え、だってその当時のだってなんか美術界に対して物申し的な感じがあってやったって言ってたじゃん。いや、言ってたら言うけど別に。いや、出せるもんだったら戦略ではない。戦略ではなくて、いや、一つ戦略があって、それは本棚。
そう。先生がフォンターナがやりたくて、フォンターナに付随して他のが全部出てきた。フォンターナ、仕切ってる。あれがやりたくて、あれがやりたくて作った本があんなことになった。受けましょう。高すぎる待機して、彼女はすごい受けて、彼女がすごい受けまして、すごいなんかすごい人なんですね。そうそう、すごいですよ。そうそう。ただ、そんなね、取ってから村上さんですとかもマジで、オンタナのスリー。これはすごいですよ。これはすごいし、ね、すごい。ネバダコもすごいと思いますよ。多分。フォンタナ店にね、その前に行ったのね。それこそテーブル美人。行ったら、いや、な、あの、いろんな作品あるんだけど、あの中で一番感動したのは、フォンタナの制作風景の3枚組の写真で、ちっちゃい扱いで、でその図録に、図録にすごく小さい写真が載ってないんだけど、それが、本棚がこう行って、っていう写真なら、それが一番素晴らしい。それが最高ですよ。キャンバスのシーン。あんまりキャンバスに向かってても、こうやって。シーンのドローイング。まあ、そう、シーンのドローイング。あ、シーマさん的に。シーンの、シーンの線。あの、線の厚みのない私もセゾン美術館で軽井沢である、うん、それで見た初めて見た時、え、こんなのが美術なのってすごい衝撃受けます。いや、それですよ、だから9で、で、その後ね、スウェーデスだけ見たなくてね、スウェーデスだけ、なんか王子っていう、あの同人誌、当時まだオタクがない頃から同人誌のオタクをやってた女の子がいて、でその人が同人誌漫画を作ってて、で中澤さんに何か一人が書いてくれたって言われて、で、漫画家じゃないのに何か書けって言われて、本当の3コマ漫画だったら、それを実際にやると素晴らしい。だけど、それやると、裏の他の人の絵に傷が傷がつくよね。だから、その時は泣く泣くボツにそのアイデアで、ボツにしたまんまだったところに、土井さんから、土井さんがこうみんなにこうアーティストとくっつくれて、見つけた時期があって、でその時土井さんから、なかなか見せるのに作ってくれ、チョイスに応募に行くと、土井さんが、チョイスこっちですよ、こっちです、こっちです。やって、バイトやったか。バイトじゃない、ボランティアで、ボランティアで、ああ、チョイスですか、チョイスこっちですよって言って、で帰りにね、あ、アーティストブック出しませんかって。いやね。ありましたね。で、こんぐらい安くできるんですよ、別に頼めば。土井さん、すごかった、時期がありました。そう、時期がありました。それをね、やってる。やったんだ。で、それで。すごい時期があったんですよ、本当に。え、っていうか、ちょっと土井さんの話を聞かないですけど、今絵本の人じゃないですか、うんうん、その当時は どんな人だったんですか。イラストレーションと絵本の両方やってた。何でも、何でも OK な感じの。僕の印象はサブカルが、サブカル好きで、何でもないし、本を作りたい人。お声かけてもらってもらいましたもん、うん、ちょっと嬉しい。今はしないで、絵本とイラストレーションに、あの人の方はあんまり区別ついてない。サブカルっていうと、もっと、クラブシーンとか入ってるけど、それは関係ない。あんまりおしゃれな文脈じゃないですね、土井さんの扱ってるものとで。でも、絵本の文脈で、ネットで出てくる。出てくる、ね、はい。そっちの方向ですか。佐々木真希とか。その日は夜だけど、その前に書類をたくさん取る。で、だから、それで、土井さんから声をかけられて、日本は中村雑誌のこんなもんが素晴らしい。いやいや、それで、やっぱり、いいですね。で、その、
来月だか。でそれでなんか作ってくれって言われて、でその時に別に冊子作る動機もないんだけどっていう時に前捨てたアイデアを思い出した。あそのフォンターナのこのカットというのは自分の冊子だったらやってもいい。それで、ま、最初参考漫画集を作ろうみたいな思ったんだけど、他のアイデアはまるで浮かばない。そうなんだ。それで本棚が入って落ち着くのは発想を切り替えると、この美術史の教科書に本棚が入るんだったら、ああ、ありだった。ありだ。でも別に文章なんか書きたくないから、どうでもいい。あ、でもマネの絵とかモネの絵とかそういうの全部プロに書くのは、そういういいし、ありだ。それはありだ。そんなの本棚なら、ああ、ありだ。文章は別に、あの、辻山金の、本とか文章結構どうでもいいの書いてるじゃないですか。あれでいいや、それ。思ってたんだけど、その時、絶対どんな文章を入れようかと思った時に、いや、教科書っぽい文章を書けばより面白いだろうって気づいた。うわで、その時に初めて文章を書く動機が生まれた。それまでだから僕文章を書こうなんて思ったことなかった。あ、それ、あ、じゃああれが初、あれ初文章。で、それまで僕はね、こう、医学部行くのにもいつも現代国語だけが一番点数が悪くて、ネクだからずっと、ね、それはね、今文章を書こうという意識がなかったからだったんだけど、近代美術エクスで初めて文章を書いて人に伝えるというか、教科書的な文章に近づけば近づくほど楽しいだろうというふうに思った瞬間に、やっと文章を書くことが分かって、でところがそのまんま冗談で書いた文章なのに、そこにせっかく書くんだからイラストレーションの頃とかいろいろ載せて、そういう方向に行って、それではその文章の仕事が来るようになって、文献研究の人になってしまう。あれはだけどいい感じやん。素敵なのは裏表紙に線と線をつなぐクイズが載ってる。クイズね。そう。あれ、本当だ。何これ。何これ。パブロとか、こうやって、ケイチとか。めっちゃいいね。スージーと。スージー。クリアは、何これとか。で、山下海保とかが見てる。これ。あれ、セイの娘。あれだね。セイの娘。はい、あれね。パートワークの当時の勤めてた人とかも大技とか見て、ああ、数字、難しいなぁ。わざと言って。最後になんですけど、そのパルコのグラフィック展はやっぱ権威なんですか、どうなんですか。あの美術的に美術の業界では権威ではない。うん、そうだね。けどサブカルチャーとしてはすごい。サブカルチャーはデザインです。あとアイアンベースも。ああ、アイアンベースも。だけど美術としてはグラフィック展に出してるだけでダメみたいな。そういう頭の中な感じ。それは半田さんが。デザインは、ああいうものに対して入手するとキャリアに行きかけたので、あ、じゃあ商業として生きていくんだったらそっちを選べる。終わりでいいんですか。買ってきちゃいます。いらないですかね。いらないの。続きがあるのか。あいつは起きるときどうするの？目覚ましとか、まあ、自分の機体のお金を出す。お金を出す。寄付で。寄付で。寄付。
学校に行く